藤沢君と水沼君の家のカットなんて怖くない。この番組は森永製菓がお送りします。彼らの確率が新聞市場では出てたんですよ。いらないの？ボイントの方がせんべい食ったから。ボイントどこの選手なんですか？フランス。あ、そうなんですよ。フランスの選手。もっとフランス代表でしたよ。そうですよ。そうですよね。はい、で、あれはどこですか？どこです？ドイツ。ドイツ気がちだった。ドイツだ。ドイツ。あ、ドイツだ、フランス。あ、よくないって言われたんですか？そうなんですよ。で、実際見に行って。どうですか？よくない。そのまんまやないか、本当に。多分。あ、そうですか。前半で、ブックバルって交代しちゃったんですよ。ね、で、後半になって、ボリ一人だったら、違う。ボリってどこやったの？ディフェンス。そのスリーバックの、ね、二人の。前半はじゃあ好きなんですか？ブーフバルトとブリガンのやつを使ってタムチ？距離出てるんですか？タムチは帰ってきましたね。タムの距離3バック、それでその3人でやってて、なんとなくギクシャクした感じが連携でもね、まあブーフバルトが行っちゃうとゴリゴリ行っちゃう、あ、そうですね。なんとなくうまくいってたんですか？後半ブーフバルトがいなくなってね。俺一人だから。なんとなくこう、スムーズな。ディフェンスが来る。チーム状態が後半になったらすっかりよ。おぉ。これはやっぱりね、なんかありますね。なんかある。二人とも超いいんですよ。そうなんだよ。完璧なバックがもう組めるはずなのに。そうなんだ。本来はね。目に見えない。わかんない壁があるんですよ。あるんですね。やっぱり、ディフェンスの感じの二人って良くないですよね。そうですか。あの、だから、ペペが1年目ですね。ベレイラとですね、ダビっていうブラジル人は二人連れてきたんですよね。ダビ？ダビっていう。タビって出てきたんですよ。親指とか穴が割れてる。タビ？それタビですけどね。ギリギリ突っ込めないでダメ。タビっていうのが来て、結局タビっていうのは怪我で使いませんでしたけど、もう最初のうちはあまりよく、ちょっとあれですもんね、スローズって言われて。リーダーになりたい選手じゃないですか。二人ともね。あ、そうですよ、実績あるんですもんね。ゴリって有名ですもんね。知らなかったじゃないですか。フランスとしてはドイツのガチガチした成果を認めたくない。ドイツとしてはフランスのベンチどこだったの？セミナーぐらい。どういうこと？一対一。あ、そうですか。セミナーぐらいどこよ。そうじゃな。カメラロール？なんか猫の名前みたいな。2回来てるチームよ。1回は勝ったし、2回目は雪の中で、私は。はいはい、ひろきさんの、入っちゃう。入っちゃうの？その試合で負けたんです。ああ、メガペニアなんですか？あ、メガペニアですよ。違う。違う？いや、負けそうだよ。そうだからまあ、レッツの調子自体は、まあまあかな。新しいことをすごくやろうとしてるんで、まだ噛み合ってない。どれだけですか？出てました。犠牲をまだやってないんで、初めてゲームシュート打ったんですよ。この間の試合が。それを切って入れちゃいましたからね。まあそれは。すごいじゃん。チーム時代もいいですか？中盤とか。中盤？広瀬とか出てる？出てる。広瀬の中盤そこでやってて、後半。岡野は？岡野で。あ、出てる。足痛いらしいですよ。実は。怪我してるという。黙ってるらしいけど。岡野も出て、あと誰がいましたっけ？水内。あ、水内。いないいない。結婚したやつ。いけたでしょ？あの、なんとかミユっていう。そうそう。プロレス。プロレスじゃないですか。レスだね。山本ミユとか。かわいい人ですよね。あれは出てなかったですか？池田。出てる。あと、池田バックで出てる人。
パフォーマンス考えてるらしい。考えてるらしい。ボリとね、入った時やってたんですよ。ね、またやってたんやってたら、あんなのパフォーマンスに入らないです。女性ポテトもじゃ面白いじゃないですか。面白いですよ。でこの結構細かいですよ、結構。一緒入ったポケット一番入りました。完全に。クレジットあんまり入らないでしょ、当時外国。話はコロッと変わりますけど、はい、3月31日日曜日、夕方6時から日本放送こんな感じですね、なんと時期も時期ですから、もうなんか全然違うの、私たちも、で、いろいろスタッフ変わらなくて、決めましたのこの銀河スタッフが家の家族で怖くないの公開録画を、公開録画もやっちゃうじゃないかと。なるほど、ね、当日はですね、私と高橋さんで、まあもう普通は喋れないトークとか、あとはもうチャリティーオークションとか、いろんなもう選手とかね、いろんなゲストを呼んでですね、やりたいと思います、はい、参加したいという方はですね、ぜひハガキに、郵便番号100-87日本放送、藤川君、水沼君の家の家族で怖くない公開録画を参加希望の中にまで、抽選で50組100名様ご招待します。で、まぁ、1万名ぐらい来ちゃったら応募が、その時は抽選で、ね、ゲストの抽選でやりましょう。はい。来ねえな。藤川くん。水沼くんのイエローカードなんて怖くないよーだ。いいだ。さあ、そしていよいよ10年が開幕。日本放送では今週の日、サッカー熱狂スタジアムに対して、サッカー中継豪華3番だぜ。やめてください。地方の映画みたいな。そこだけだね。なんか、一応なんか、テレビとかではね。まず午後1時55分から、おさぬきのヴェルディ参加戦を、そして夕方6時50分からは、水沢のマリノス高校戦、さらに夜の9時からは、アトランタオリンピック最終予選、日本代表戦をマレーシアから実況生中継。3月16日はですね、もう日本放送でサッカー付けになってほしいと。はい、そういうことです。皆さん、聞いてね。藤川くんと水沼くんのイエローカードなんて怖くない。この番組は森永製菓がお送りしました。